なんかドキドキしてくるね。森を歩きながら恐竜の声が聞こえる。QR コードで待ち時間のあれがあれできるんだって。ここまで濁ってるもん。いやだってこれ顔。今からダイナソー見に行く、うん、でもちょっとだけ怖い。怖いかな。でも結構怖いかもね。かなりリアルじゃん。そうだね。だからこそ楽しみよね。うん、私めっちゃ楽しみなんだけど。結構恐竜好きだもんね。大好き。ユリよりはしゃいだらごめんねママ。すっごい本当楽しみしてたんだよ今日。しかもなんかめっちゃ久しぶりの外出じゃん。そうだね。私のぎっくりがぎっくり年がほぼ3週間ダウンしとったね。うん、やっと動けるようになった。久しぶりの車中泊も楽しみ。うん、ちょっと早く行こう。行きましょう。ゆうちゃん行こう。ゴーッツゴー。あっちかな。やばい、めっちゃ楽しみすぎる。あれ、あ、イグルスの前にダイナソーいる。ダイナソーいるじゃん。イグルスの前にダイナソーガオーってやってる。行こうよ。これがさ、あれじゃないの、あの森の中にさ、いろいろダイナソーがいるのはこっちな気がする。うーん、予約を取ったのはこれってこと。うん、多分チケットの。じゃこれを見たらこれ行けばいいのか。そうだ ね時間的に予約から行かないと。あ、いいね、なんかこの下に行く感じ。なんかドキドキしてくるね。Thank you.
なんかさ、うん、口が動いてるだけじゃなくてちょっとお腹もさ呼吸してるみたいに動いてる。本当なんかこの中がいいね、すごい雰囲気が。うん、いい雰囲気だね。なんかさ、こんなに森を歩きながら恐竜の声が聞こえる。ね。飛んでるクジラのドンが逃げると思わなかった、うん、今まではさ普通にティラノサウルスが一番かっこいいと思ってたけど、スピノサウルスかっこいいわ。見て見てこれ、ね、私この時代に行きたかった。ねえ、この子たちがいる時代に暮らしたかった。こんなに大きかったんだ。私もうちょっとちっちゃいと思ってた。大きいね。大きいね。うん。すげえ。あれ倒したの。おお、何それ。恐竜歩き。私だって。私だったの。私までなんかさ森の日陰で涼しかったんだけど、うん、日向に出るとめっちゃ暑いね。暑いね。でゆうかさん、ここめっちゃ楽しいんだけど。楽しいね、ここなんかリアルにさ本当になんか森の中で生きてる恐竜に会えてる気がした。うん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 、なんか動きもリアルだしさ、うん、
すごい良かった。なんか言うよりも絶対私らの方が楽しんでるよね。そう、少し何十分か休憩して、うん、でお昼か、うん、お昼がすごいだから遅くなるね。2時ぐらいになるのかな。そうだね。QR コードで待ち時間のあれできるんだって。結構最近ね、これすごい助かるよね。うん、呼ばれた時に全然近くにおらんかったら、あ、待って待って、あと36分だって。ほんとだ、早まってよかった。あと6組180何分待ちとかだった気がしたんだけど、うん、ちょっとお子様ランチがいい。うん、なんかね、お子様、美味しいカレーのお子様ランチがあったよ。アンパンマンがいい。アンパンマンはここにはいません。大丈夫、美味しそうだね。美味しそう。ちゃんとさ、バンズがさ、恐竜の手形形してるよね。さすが恐竜バーガー。ほら、ユリノもさ、ガオーって火吹いてるみたいになってる、ポテトが。いただきます。はい、すごいかわいいね、ダイナソーのパフェ。顔が丸い恐竜っていうのがこのトリケラトプスのことだった。まあ、確かに可愛いよねこの子ね。そうだね。私さ、今回でさ、このスピノサウルスが好きになった。へえ、これのどこが好きなの？あのさ、なんかあの森の中にさいたじゃんこの子。一番こうさ、肉食系でガオーってなってた子。はい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 。あれがめっちゃかっこよかったんだって。かっこよかった。でもあれがこのスピノサウルスだと思うんだけど。かわいいね。ママもこのスピノサウルスのぬいぐるみ買えばよかったかな。でもこれ子供だけだよ。子供だけか。それ食べたら、うん、じゃあ金沢経由で今日は白川郷の方の道の駅行くんだよね。うん。なんか金沢でさ、美味しい海鮮食べたいよね。そうだね。ね。金沢といえば、やっぱり、寿司かね。お寿司かな、うん、なんか丼でもいいかなと思うんだけどね、海鮮丼みたいな。あ、それもいいね。そしたらゆりが食べれんか。あー、そうだね。お寿司屋さんだったらさ、な子供向けのもあるよね、きっと。うん。お寿司屋さん行くじゃん。うん。そうそうそう。
かったね。ちょっと温度下げようか。うん。さ、お風呂も入ったし。うん。寝床行きますか。寝床？うん。寝床？そう、寝床。なんで？これちょっとなんかさ、あんまり時間がないときは快活クラブが一番だね。うん、手取り早く済ませるしね。ね。Thank you.